ディエゴラミレス諸島を除くビーグル水道以南の島々。小さい島の名前も確認できる。スペイン語表記。ウォラストン諸島はチリサイ南部にある諸島でナバリノ島の南、ホーン岬の北、オステ島の東に位置する。ウォラストン諸島は北からクレビ島、ベーリー島、ウォラストン島、フレシネト島、および周辺の小島からなる。 ウラストン諸島のカタカナ表記も見られる。ウォラストン諸島はカボデオレノス国立公園の一部を形成する。ウォラストン諸島はフランクリン海峡によって隔てられたエルミテ諸島の北に位置する。ウォラストン諸島の東に位置するターホールトン、セセンバー、イベウト、及びバーナベルトの各島はウォラストン諸島の一部とはみなされない。ウォラストン諸島の北はナスサウワンである。 ウォラストン諸島はイギリス海軍士官ヘンリー・フォスターによって1829年から1831年の間に名付けられた。その名はイギリスの科学者ウィリアム・ハイド・ウォラストンにちなんでいる。先住したヤーガン族の言語、ヤーガン語における元々の地名はヤクザンヌであった。ヤーガン族はティーラデルフエコの中央部からホーン岬にかけて住んでいた。 数多くの地名は19世紀におけるイギリスの権益を反映している。19世紀後半、ウォラストン諸島には英国製公会の南米伝道協会のヤーガン族に対する不況拠点が置かれたことがあった。チリとアルゼンチンが独立を達成した後、チリとアルゼンチンはこの地域における権利を強く主張した。1881年のチリアルゼンチン国境条約において、 ビーグル水道以南の島々はチリへ割上されたが、1904年、アルゼンチンはこれらの島々の領有を主張した。1978年、アルゼンチンは、ホーンミサキ周辺の島々を占領しその後のチリの出方次第で、第二局面において、作戦を停止するかないしは敵対行動を継続するかというソベラニア作戦を開始したものの、わずか数時間で、 その侵攻作戦は中止された。1982年、フォークランド侵攻後にも、アルゼンチン政府は、ビーグル水道以南の島々への侵攻を再度、計画したことがあった。ホーンミサキ周辺。クレビ島、ベイリー島、ウォラストン島、クレシネト島 AB10.7 カボーダホーナス。ホーンミサキ周辺、ウォラストンエルミテッタ東海周辺の地図、スペイン語表記。 本文は英語。例えば、デラックス世界地図帳、秋文社、2006年、ISBN4 から398200126、39および、小学館世界大地図、小学館、2009年、ISBN978 から4から09から526066から、2、世界地名大辞典九中,中身のみアメリカ、朝倉書店、2014年、 ISBN 978から4から254168990の、ウォラストン諸島、オルノスミサキの項によると、ウォラストン諸島は、エルミテ島あるいはオルノスミサキを含む地域として、記述され、南半分をエルミテ諸島とはしていないことに留意。日本大百科全書21、小学館、1988年。 ISBN4 から09から526021から1のホーンミサキの項の記述も同様にホーンミサキをウォラストン諸島中西南の小島にあると記述している。地図ではデラックス世界地図帳秋文社2006年 ISBN4 から398200126が本記事におけるエルミテ諸島を含む全域をウラストン諸島と明示している。 他に、グランド世界大地図、人文社、1981年、およびアトラス・ゲネロル・ラルース、リバラリー・ラルース、1983、ISBN20 億3152万3317、においても、ボラストン諸島およびエルミテ島は確認できるが、エルミテ諸島は確認できない。EN、マーチング・シンデアンサラ・ポロジクル・ミュージアム、スターリング・パビリオンも参照。 ありがとうございます。